皆さんこんにちは。安倍晋三でございます。今日は寒い中、またいろいろとご用事ある中、植田が工事頑張るとのお気持ちで大東に足を運んでいただきまして、誠にありがとうございます。ただいま自由民主党公認候補植田工事候補からまさに気合いの入った決意表明がございました。植田さん、2年前の総選挙、残念ながら当選することはできませんでした。しかし2年間、植田さんは本当に頑張ってきたと思います。誰よりも多くの街角に立って自分の考えを訴え、そして誰よりも多くの老人に入っていって皆さんの声に耳を傾けてきたのが植田さんであります。植田さんは金融の専門家、こうした専門知識をぜひ生かして一緒に経済政策を進めていってもらいたい、こう思っているんです。しかし公選挙区は全国でも最も厳しい選挙区であります。しかしいよいよこの植田さんの頑張り、皆さんの応援で勝つ可能性が出てきたんです。その可能性がなければ私はここに立っていない。いよいよ可能性が出てきた、このまま皆さんのおかげであります。どうか本当にあと一歩、14日投票日に皆さんのお力を植田工事に結集をしていただきますようによろしくお願い申し上げます。2年前の総選挙、安倍さん、この景気を何とかしてくれよ、この皆さんの声に押されて自民党、公明党、私たちは政権を奪還しました。そして次来経済最優先で我々は取り組んでいきます。いわゆる3本での政策、アベノミクスを進めてきたんです。アベノミクスとは企業や会社の競争力や生産性を上げていく、そして収益力を強くしていく、つまり儲ける力を強くしていくんです。そのことによって雇用を増やして賃金を上げ、消費を拡大をして、さらに景気を回復をして経済を成長させていく、そういう政策なんです。皆さんの生活を豊かにしていく、簡単に言えば雇用を増やし、そして賃金を増やしていくのが私たちの政策であります。あれから2年が経ちました。雇用はどうなったか。この2年間で私たちは100万人の雇用を作りました。課題だった正規雇用も7月、8月、9月10万人増えたんです。民主党政権時代はどうだったか。民主党政権時代はあの3年間3万人も雇用は減っていたんです。まだ 3万人から100万人に私たちは大きく変えることができました。有効求人倍率、就業地別で見るとこの京都は 1.08 になっています。一人の求職者に対して一人分の職がある以上の職があるという状況を作った、これは京都においては2005年統計を取り始めて最も高い数字になっているんです。また高校を卒業して大学を卒業して仕事をする皆さん、就職内定率もそれぞれ改善をしています。そして高卒の皆さん、内定率は 10% 以上上がっています。なんとか高校生の皆さん、不安な思いでお正月を迎えたくていいようにしたい、この植田さんの思いや私たちの政策が実を結びつつあります。また賃金を上げていくチャンス、賃上げのチャンスは1年に1回しかないんです。4月の春の賃上げ、去年の4月はこれはやっぱり無理なんです。政権を取ったばっかり、今年の4月が最初のチャンスだ、私たちはこのチャンスをつかむことができました。平均でさっき上田さんが言ったように 2%
給料は上がった。これは過去15年間で最高です。ボーナスは 7%、 24年間で最高なんです。またパートやアルバイト頑張ってる皆さん、皆さんの時給は全国平均で1050円になったんです。これは東京都で初めて過去最高になっています。間違いなく雇用もそして賃金も良くなっています。しかしなかなかこの山下でまだ実感できないねという方がたくさんいらっしゃることは私たちもよく知っています。皆さんにしっかりとこの景気の好循環をお届けしていくこと、中小企業あるいは小規模事業で頑張っている皆さん、汗を流している皆さんに実感をしていただくことが私たちの新しい使命であります。